おはようございます。昨日、お休みをもらいまして秋川渓谷の方に、奥多摩のあたりですね、行って川釣りをしてきまして、あのね、そういうことっすよ、休みって何なのかをね考えたらやっぱね、こういうことだなっていう、感じでしたわ。もちろん疲れましたよ、癒されたし疲れた。でそれが本当に休みなのかっていう、疲れとるやんけとなるんですけども、でもいいんすよ疲れたって。だ疲れるってことに怯えないようにしようと思いました。僕も休みだからといって、はい、いい疲れ、いい疲れでした、たまにはいいですね、自然と触れ合うのはね、気力の回復、そうですね、いやもうやめ、家で休みの日、家でもとにかく寝るっていうのはもうやめよう、でももう鬼クソ疲れたよ、これが休みなのかと本当にっていうぐらい疲れました。でもいいんですそれで。今日も朝からもうずっと体調悪くて、休み明けで、それでいいんです僕は、もうすこぶる体調悪くて、もう全然いいです、いいんですよ、もう関係ないからやっぱ、体調悪くなってもいいっていう、もうずっと眠くて一日中、昨日寝ときゃよかったっていうぐらい眠くて、でもいいんですそれで、僕は釣りなんかせずに昨日寝ときゃよかったなって思うぐらい今日眠いんですけど、でもそんなもうやめようと、何かありましたっけ、何かありました、今週なんか僕何かありましたっけ、もうねもう覚えてないです、1週間の出来事もうやばいっすね、脳がダメです今。そうね、あの6月ぐらいから多分ね僕いろんなことをね発表することになるんですよ、またよくあるじゃないですか、この野田クリスタルの発表時期、いろんなもの発表していく時期が、告知ラッシュが6月ぐらいから発表していって、まず多分6月が最初に出る1個目のやつで、でも東京ゲームショウについてぼちぼち動かなきゃいけないんですよ、もうだからもう東京ゲームショウまでにはメーカー間に合わせなきゃいけないんで、ってことはまあ7月8月あたりかなみたいな、だそのあたりがねラッシュっすね、今年だからもうそうっすね、あとロブロックスもあるし、ロブロックスの発表もあるでしょ、でクリスタルジムもあるでしょ、今年あるな、今年なんかお騒がせするかもしれません、ちょっと、今年もなんかいろいろごちゃごちゃ動きますけども、6月ぐらいからお付き合いください皆さん、いろんな発表があります、本当にいろんなことが始まりますまた、あと何でしたっけ、ロブロックスの発表どうだろうね、ノブさん来るかな、まあ、V 撮影とかかな、アリーさん3200円、ああ野田さん不定期でいいので前みたいにバズりを意識した動画は投稿してほしい、まあ、バズりを意識したっていうか、まあ、YouTube ならではのね、動画っていうのはあるじゃないですか、まあ、僕の場合ちょっとニコニコチックなんですけども、まあ時間があればね、まあ時間があればですよ、何もかもありとあらゆるもの、
バズりを意識してるかどうかわかんないですよ、もう。だってそもそも僕は時間があるんだったら自分のやつやれよっていう話なんですよ。ジムとかゲームとかね、もっとそこに時間費やすやって話なんで、そこに全然まだ割り当てられてないんでね。あ、5月6月に発表できる野田ゲーの新しい何かがあると聞いたの。そうね、それが6月ぐらいに多分発表に、まず一発目、野田ゲーの動きとして第一発目、これはね楽しいですよ、シンプルに。その6月の発表だけで終わるんじゃなくて、どん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 こう展開していくんじゃないかみたいな話もしてるんで、ぜひ皆様こうご協力願いたいですね。まあ本当です、時間あったらこの配信増やしてもっとゲームやりたいんですから、考えてみたら。森は、あ、そうなの。まあ名古屋はもう無理ですよ、名古屋で食べれるものなんてありません。僕は飯持っていきます、名古屋に。東京駅で買ったものを名古屋で食うっていう。